いつもサンロードをご利用いただきまして誠にありがとうございます。厚生労働省によるマスク着用の見直し等についてにおきまして、令和5年3月13日からはですね、お客様のマスクの着用はお客様個人の判断でお願いいたします。なお、弊社従業員はですね、お客様への感染予防のためマスクの着用を継続してまいります。また、感染予防のためですね、従業員の体調管理は継続して実施してまいります。また、お客様が体調を確認できるようですね、非接触式体温計の設置は継続してまいります。サンロードは感染拡大の状況により、防疫対策の内容を変えていくことで、お客様や従業員の感染リスクの低減に努めてまいります。ご理解とご協力、お願いいたします。